はい、皆さんこんにちは。今回は在日機械人の有名人のうち、伝説のロックバンドについてです。で、こちらの方々についてです。キャロルバンド、キャロルは日本のロックバンド。1972年デビュー、1975年解散、約2年半という短期間の活動ながらも強いインパクトを残し、以降の日本のロックシーンに大きな影響を与えた伝説のバンドと称される。でこちらのメンバーですね、あの主要なメンバーとして矢沢永吉さんとジョニー大倉さんがいらっしゃいまして、あともう一人岩城浩一さんが、あの調べますと、キャロルの親衛隊として有名になったということで、この3名についてご紹介いたします。はじめ矢沢永吉さんです。矢沢永吉さんは生年月日ですね、昭和24年9月14日で、あの漢方で調べまして、昭和53年6月8日の漢方に載っておりました。これ拡大したもので、横浜市磯子区ということで、そのまま、矢沢永吉さんですね、あの通名が3つありまして、そのうちの1つが矢沢永吉、他も永吉と書いてありますが、で本名が、張永吉さん、で生年月日が昭和24年9月14日昭和24年9月14日と、生年月日と、名前がですね、全部一致しておりますので間違いございません。矢沢永吉さんは帰化された方です。で続きまして、ジョニー大倉さん、ジョニー大倉さんは昭和27年9月3日ということで、で調べまして、平成17年12月15日の官報に載っておりまして、東京都目黒区で、パク・ウンカンさんということで、昭和26年9月3日、生年月日が1年違ってるんですね。これがの、まあ、紙ベースでの、打ち出しなんですけど、あの画像なんですが、昭和26年9月3日ということで、交渉の昭和27年、これ、ですね、ウキピでもそうでしょ、他もなんですけど、昭和27年9月3日になってるんですけど、1年違ってまして、誕生日9月3日一致してるんですけど、これ朝日新聞なんですけど、これ亡くなられた後に、ジョニー大倉は1952年に横浜に生まれ、川崎で育つと、まあ、こちらの方の新聞の方も、まあ、公にしてた1952年ということで書かれているんですが、僕は故郷の土を踏んだことのない在日朝鮮人だ、キャロル解散直後に出た4人の共著で自身の反省を明かしたということで、まあ、あの朝日新聞の方でも書いてありますので、在日の方であることは間違いないところなんですけど、ですね、この朝日新聞の方にも韓国名パク・ウナンですね、パク・ウナンと書いてありまして、でウィキペディアの方もこのですね、パク・ウナンさんということで出てきます。これですね、で生年月日が1年だけ違ってまして、本当は1歳年上の方なんですね。昭和26年9月3日で、あの新聞の方とこちらの方の情報も一致しておりますので、ジョニー大倉さんも、帰化された方で、あることが、あの分かりました。で、あの調べてみますと、過去自己破産されたりもしたようで、こちら破産事件の情報で出てました。パク・ウナンさんがですね出てきまして、まあいろいろ、まあ、苦労もされたということで、このような情報もありました。平成5年の情報です。
で、お二人について確認できまして、でもう一人岩城浩一さん、岩城浩一は日本の俳優、東京都中野区出身で、矢沢永吉がリーダーだったロックバンドキャロルの親愛隊として有名となり、キャロルの解散コンサートの DVD は当時の岩城がキャロルとの出会いを語る場面からスタートしているということで、親衛隊で有名に なった方ですので、キャロルに関係があります方としてちょっと調べました。昭和26年3月21日生まれ。平成29年4月5日、比較的最近の官報に載っておりました。東京都世田谷区ということで、李浩一さん、昭和26年3月21日。昭和26年3月21日と、生年月日が一致していて、あと浩一という名前も一致しているんですが、で世田谷ですね、あの以前テレビでですね、世田谷に高級住宅で住まわれてるというのもやっておりまして、あのですね、世田谷に、まあ、自宅があるということが、分かりますので、まあ、こちらですね、世田谷区に住まわれておりますので、世田谷区で生年月日が一致していて、で浩一さんですので、岩城浩一さんであることが、確認できました。岩城浩一さんは李浩一さんということで聞かされた方です。で、あの確認できました。あのキャロルの主要メンバー3名が、3人とも聞かされた方であることが分かりました。日本の、まあ、伝説のロックバンドですね、ロックの世界も在日帰化人の方々の業界であることが分かりました。ただですね、あの私も最近までですね、あの長くあの知らなかったんですけど、まあ、このロックの、業界もそうなんですが、全体的に、そういうですね、出自を隠している傾向がありまして、まあ、あらゆる分野について実はの有名人が在日や帰化人だということをですね、あの最近分かってきておりまして、なぜそうなのかというところをですね、皆さんと一緒に、確認していきたいと思います。今回は、以上にいたします。ありがとうございました。失礼します。